どうもこんにちは。ひろあきでーす。しゃー。ということで、本日なんですけど、僕が、一人でオープニング撮ってるんですけど、一人で撮ってるんですけど、僕がね、初めて一人で商品紹介やっていこうと思います。ということで、本日商品、紹介する商品がこちら。はぁーということでね、やってきてまいりました。これ多分ね、前、多分お兄ちゃんがやってくれたこの薄皮のやつね。薄皮パンの、お兄ちゃんがやったのは確かケチャップでしたっけ？その、ね、違うやつバージョンで、照り焼きハンバーグパン。照り焼きハンバーグパンが出ました。出ましたっていうかもう、まあ、多分結構前に出てるんじゃないですかね。ほぐしたハンバーグと、照り焼き味のマヨネーズ風味ドレッシングを一緒に包んだミニパンですということで。これね、今回食べていきたいと思います。栄養成分表示。はい。エネルギー量95キロカロリー。タンパク質 3.2g。脂質 4.6g。結構あるね。炭水化物 10.3g。食塩相当量 0.7g ということで、食べていきたいと思います。さっきね、袋開けて温めたんで、これ食べていきたいと思います。完全に油がすごい。やっぱお兄ちゃんの時もそうなんだけどね、なんかテカってんだよね。テカってる。ちょっと見てきたけどね、さっきお兄ちゃんのケチャップの動画を見てきたけど、結構テカってる。それじゃあ早速食べたいと思います。食べていくよ。油っていうか、いただきます。うん、開けてなかった。まあいい。中こんな感じ。今食べちゃったけど、ちょっとマヨネーズがついてる感じですね。うまい。これ風味ドレッシングなのかわかんないけど、マヨネーズがね、たっぷり入ってる。めちゃめちゃ入ってる。その中に、照り焼きハンバーグ入ってると。なかなかうまいですね。ということで、本日はね、ちょっと短めなんですけど、多分まだ3分しか経ってない。短めなんですけど、まあ、ここら辺でね、じゃまた後で、もう一回食べて、行こうと思います。それではね、またね、僕の商品紹介動画、一人でね、商品紹介動画、撮る動画、いいねと思ったら、チャンネル登録と高評価よろしくお願いいたします。それでね、また次回の動画でお会いしましょう。バイバイ。シャー。